はい、アカシックサーチシンです、今回のテーマエリサ・ラムの失踪ということでお送りいたします。さあ、エリサ・ラムさんというのはですね、女子大生でロサンゼルスのホテルで、ロサンゼルスのホテルの一番上にある貯水池の中でこう浮いて亡くなっていたのが見つかって事件なんですけども、もともとはですね、香港出身でカナダで女子大生をやっていて、ロサンゼルスの方に旅行に来てこのホテルに泊まっていたという流れです。彼女は双極性障害、昔の表現でいう躁うつ病ですね、それに罹患しているということで、カナダには両親がいて、毎日のようにやりとりはしていたそうなんですが、ある時を境に途絶えたと。このホテルがですね、相部屋のようなシステムがあるようで、その相部屋の方がホテルの方に、この方がちょっと気候があると叫んだり、いい加減にしてほしいという苦情を言って、で、彼女の部屋を別の部屋に個室に移した。まあそういう経緯があって。で、その後、エレベーターに乗ったり降りたり、ちょっと異常な行動があって、それが映像に残されているようで、YouTube 探せば出てくると思います。そういったことがあって、行方不明になったと。その後、ホテルの中でシャワーの水が出ないとか、水の味がおかしい、苦いとかといった、ゾッとしますけども、そういった苦情があって、警察も一緒に上がって調べたら、貯水池に浮かんでいた。ちょっと説明下手くそでしたね。わかりますでしょうか？上手に説明されている動画ありますので、何本かあります。ググって。見ていただければと思います。これは自殺なのか事故なのか、まあ、他殺なのかと、まあ、様々な憶測が流れているようで、そもそもここまでどうやって上がれるのか、屋上に上がる、ここには施錠がしてあってほぼ入れない、非常階段があってですね、そっからだと入れる、ここから上がったんじゃなかろうかということです。貯水池が結構高くて、で、ここにどうやって上がったか、この上の蓋がかなり重く、どうやって開けて入ったのか、いろいろ謎が多い事件なのか、事故なのかという感じですけれども、まあ、警察の方では一応最終的には、まあ、事故だったかな。確かそういう見解で落ち着いているはずです。こういう事件、事故、まあ、この失踪事件ということで、結構有名なようでして、事故なのか、まあ、自殺なのか、で、この二つに関して、アカシックレコードにサーチをかけますと、反応がなかったです。となると、残りは、点々点ということになろうかなと思います。まだ詳しいところまでサーチかけれておりません。とりあえず事故でも自殺でもないなというところなので、ここからちょっと深掘っていこうと思います。ちょっと1日かけて、明日のサブスク動画を出して、ちょいと、まあ、犯人に迫ってみようかなと思っています。いたりします。 YouTube 動画ここまででございます。説明が下手で申し訳ありませんでした。はい、以上です。それではまた次の動画で。